それではお風呂に入湯していきます。ガラ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 、ちょっと狭いんですけど、お危ない、じんまりしたヒノキのお風呂です。まずは恒例の湯かけタイムです。では湯かけが終わったので早速お風呂に入っていきたいと思います。こういうお風呂なんか箱根以来なんで、ちょうどいい湯加減です。しかも足も広く残せる大きさなので最高ですね。この家のベランダにあるお風呂、なんか昔の家ってベランダにお風呂あったって聞くんですけど、私もなんかちっちゃい時そうだったので、それをなんか覚えてないんですけど思い出しますね。なんかひねるやつがあるのでひねってみたいと思います。おひねると溢れてくるんですね。はい、というわけで今日は埼玉にある温泉にやってきました。部屋付きの貸し切り露天風呂です。というわけでですね、お久しぶりです。皆様、平日おいる週末温泉アイドル市上翼です。最近頑張ってマティア更新してるので、よければマティア遊びに来てみてください。あとこの伊藤女子チャンネルもぜひぜひよろしくお願いします。いい可愛い女の子がいっぱいいますよ。ではまた。はい、ではお風呂に入ったことで次はご飯をいただきます。見てください、今日は数ある中から天ざるそばにしました。バイバイ。
い。